昨日は2試合連続のサヨナラ勝ち、はい、どうですか今チームのムードは。まあそうですね、チームのムードとしてはまあ勝ってるんで、まあ、悪くはないと思いますけど、まあ、もっと早めに点が入らんかなというムードはあると思います。はい、まあ、そのためにも栗山さんのね、はい、バッティングっていうのがぜひ必要になってくると思うんですけど、はい、何かこう6月に入っていい予感がしそうじゃないですかご自身のバッティング。そうですね、僕の状態としたら、まあ、5月がねあまりにも悪かったんで、まあ、6月はなんとかいい形にしないといけないなというふうな感じは思ってますね。はい、今日から巨人戦ですけども、はい、2つやられてます東京ドームで、はい、興味貸してください。そうですね、まあ負けっぱなしでねこう終わるのは良くないですし、やっぱやられたらやり返すっていう気持ちをやっぱ持って、まあ、でも対戦相手のピッチャーがね今日は違うんで、まあ、ホームに帰ってきましたしね、また違う気持ちでやれるとは思うんですけど、まあ、とにかくこう2つ取るつもりで、まあ、うちはチーム勢いあると思いますからね、その勢いを、まあ、今日は序盤から出せるように、まあ、やっていきたいなと思います。先制パンチですね。あ、そうですね、はい、先制パンチでいきます。はい。